でまたそのそこを最優推定じゃなくてマップ推定にしたりとか、あるいはその SGLD とかに、あるいは PSGLD にしたりとかいうものをまあいろいろ加えています。でマルチタスクの場合には そのデコーダー以外の部分でもタスクを共有したもの、アーキテクチャっていうものに、しています。で、そうですね、でプラス AD敵対 ADV がその敵対的トレーニングを、したものになっています。多分削除じゃない、削除じゃないと思うんですけど、ちょっと間違えない、ちょっと誤植が入ってます。で、クロスディンガルの、実験ではその英語、フランス語、ロシア語、ペルシャ語をトレインとテスト用意して、 でその学習しない言語にも、使えるのかどうかということで、まあ、テストのみで空洞語、モンゴル語、北部サミー語というものを用意して、でモデルではその、まあ、後にそのモノリンガーで実験したもので、まあ、良いものを取ってきたものなんですけど、そのシングルタスクのベースプラスパスというのとマーチタスクの、プレー、PSGLD を用いたものを使っています。で評価は、基本的にはそのラベル、アタッチメントスコアっていう、LAS っていうものを用いて、これがそのかかり、まあ、かかり受けのその予測したラベルってものが どのくらいの割合で正しいのかっていうものを表す仕様になっていて、であとはそのその数値が出るんですけど、それが、検定的に有意かどうかというものを、子供ゴロフ、スミルノフの検定というもので行っています。で、まあ、ハイパーパラメータはこんな感じになっています。で結果です。シングルタスクでは、まあ、基本的にその今回提案している、まあ、ベースっていうものよりも、SGLD およびその、PSGLD を用いたものというものが、まあ、全ての言語において、まあ、優位に上がっているということになっています。でマーチタスクではそのプラスシェアードではその、だけ単にその、敵対的学習をしないでシェアードをつけた場合では、場合ではこうスコアが下がっているんですけれども、敵対的学習をさせることでスコアが上がるって言います。でまた SGLD とか もう基本的にその優位に上がってるんですけども、特にこの、トレーニングのデータが、小さいものっていうものが、急激に、こっちですね、ここが良、くなっているっていうのを筆者らは述べています。でこっちがですね、クロスディンガルの学習になっていて、基本的に、同じ言語のものと、あとそう、言語ファミリーっていうかその、まあ、言語的に、ね、似ているものが、ここですね、こことここかここが、非常に、まあ、高いパフォーマンスを発揮しています。でまたその下にプラスって書いてあるのがその、マーチタスクで PSGLD やったものなんですけど、それが、まあ、全部プラスになっていて、まあパフォーマンスを改善しているっていうことを述べています。でそのアブレーションっていうことで、そのサンプルの、まあ、取り方っていうものをどう取るかっていうものを A は表していて、まあ、これはまあ真ん中のものがまあ一番いいスコアを、まあ、真ん中というかさ、サンプルをどう取っていくかっていうもので、まあ、真ん中のものが、一番いいっていうのに A はなっていて、で、B の方は、ドロップアウトと、ミニバッジの大きさってものが、
SGLD のスコアとどうかまあまあ、SGLD というか今回提案したものがどうどう提案と良くなっているかというもので表していて、で、まあ、ドロップアウトは0よりも、0の時はすごく、あ、すいません、右か、右端のものが、まあ、今回、まあ、SGLD なんですけど、まあ、提案したものになっていると思ってください。で、まあ、なんでここの値がまあ一番、まあ、今回提案したものになっていて、まあ、ドロップアウトを0にするとまあすごい落ちるわけで、まあ、そうですね、で、でこっち真ん中の2つなんですけど、そのミニバッジが、一番っていうものは、だと、まあスコアがまた下がっていて、これはその一文ごとレベルでやっていくと、そう学習率っていうことが今回ステップごとに、どん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 小さくなんですけども、それがその急激に小さくバッチレベルで更新していくので、それが小さくなりすぎるっていう、あの急激に小さく なってしまって、その学習率 その下がり方的に不適切っていうものです。で、その、ミニバッチをその全部データセットに、要するに、まあ、ミニバッチじゃないんですけど、まあ、全部突っ込むっていうものでやると、まあ、その今回提案したものよりもちょっと上がってるんですけども、筆者何を忘れると、これは別に上がってるんだけども、統計的に有意な上がり方はしていないっていうことを述べています。そうですね、まあこれ今言ったのとまあまあなんですけども、そのまあミニバッチのサイズっていうのは、そのやっぱりその極端すぎてはダメだっていうことを主にここでは述べています。で、コンクルージョンです。まあ今回そのニューラルの用いたかかり受け解析の、まあそれのベイジャンフレームワークってものを提案しています。で、まあ、SGLD を用いて、まあ、再結果化 しながらサンプリングして、まあ、高分岐というものを生成しているものになっています。で、その、ベイジャンニューラルネットワークファーザーを待ち着く学習の、まあ、フレームワークというもので、その、まあ、シェアドバイ STM というものを、まあ、くっつけることで、まあ、その5つの言語ですね。で、その今回その、ベースライン以外にその、2017年のシェアドタスクのベストのモデルを持ってきてるんですけども、まあ、それよりも、5つの言語で、まあ、スコアが、上がっているよってことになります。じゃあ以上で発表を終わりにします。